サワディーカ、英単語フレーズの広げ方32回目のトピックで、これぼちぼちですね。いや最近どう？あ、ぼちぼちとかそんな感じですね。これ結構タイ語にぴったりの言葉があって便利なんですよ、使えれば。そしてまあポジティブな、意味で、僕の方は捉えていますね。もちろんネガティブな使い方っていうのもあったりするんですけどね。それはまた、最後の方で説明できればなっていうふうに思います。そしてぼちぼちっていうのって、これ結構タイ人の、気質みたいなところも僕あると思うんですね。そんなにこう焦ってやらないですよね。スピード上げてやらないですよね。日本人のように歩くスピードもやっぱり速くはないですしね。というところもあるので、結構タイ人気質を表しているのかな。タイ人ものすごく頻繁に使ってますよ。はい、じゃあ見ていきましょうですね。結論から言うと、ルアイ、ルアイ、ね、ルアイ、ルアイ、これでぼちぼちです。今、ルア、ルってかなり震わしちゃったんですけれども、実際、ルアイ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 っていう風に、今の R の発音っていうのは、限りなく L に近づいている。っていうよりもほぼ一緒、一緒やみたいなところもあるので、そこまで震わさなくてもいいです。ルアイルアイでも十分通じるかなっていうところです。はい、見ていきましょう。これは質問答えにしておきました。リアンパーサータイメンヤンガイバーン。おばあ、また出てきましたね。いいですね。リアンパーサータイメンヤンガイバーンですね。タイ語の勉強はどうですかって聞かれて、その答えとしてルアイルアイ、まあぼちぼちですよ、ゆっくり続けてますよ、途切れることなく続けてますよ、こんな感じの意味なんですよ。すごい使います。そしてルアイルアイルアイの前にゴーっていうのをつけたりもします。これカッコにしてます。あってもなくてもいいです。ゴールアイルアイですね。入れるならこんな感じになります。この GO っていうのは、これを説明するってなるとすごい長くなっちゃうんですよ。なのでこれはですね、ちょっとざっくり条件って書いておきますね。何かしらの条件を表す言葉なんですね。なのでもし何々だったらとかの文では必ず入ってきたり、レゴーなんていうのもそうですよね。ゴー、これ一緒なんですよ。何々が終わってそれからなんで、何かしら条件があるかなとか、あとはあの人は日本人、私も日本人、ポンゴーベンコンイープンですね。ここでもゴーですね。これも条件ですよね。あの人は日本人だっていう前提条件があるから使えるのかなっていうところでしょうか。これ結構難しいんですよ。ただワンポイントで何表しているか、僕は条件やと思います。はい、じゃあ見ていきましょう。ここですね。例えば、まあ、前回前々回ぐらいで結構まあ道案内とかやったので、今度はもう使えるんですよ。トロンバイルアイルアイですね。これ2回繰り返してくださいね。トロンバイルアイルアイですね。まっすぐ行く、なんじゃこれ、ぼち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 まっすぐ行くってよくわからないですよね。なので、ポンとこの辺見てみて、まあイメージとしたら絶え間なく続いていく様なんやなとか、まあ 60% くらいの力で落ち着いてゆっくり続けて、まあ前に進んでいくんやなぐらいのイメージで捉えておいてください。なのでトロンパイルアイルアイっていうと、そのまままっすぐ行きます、そのまままっすぐ行ってください、もうしばらく、こんな感じです。次ですね、タンルアイルアイですね。タンルアイルアイですね。タムっていうとするですよね。ですからぼちぼちしてますよ、ぼちぼちやってますよ、まあこれはこれで通じますよね。ぼちぼちやってますよですね、まあ、落ち着いてゆっくりやけれども続けて継続してやってますよぐらいの意味です。金食べるですね。金ルアイルアイですね。これなんか例えば、いやなんかあまり食べてないみたいだけど
まあ、一緒にレストランとか行ってですね、いやあんまり食べてないみたいだけれども、もっとたくさん食べてよって言った時の答え、銀ルアイルアイか、こんな感じでしょうかね。いやぼちぼち食べてますよ。まあゆっくり落ち着いて、まあ、ゆっくり食べてますよ、こんな感じです。なので結構マイペースを表すところもあるのかなっていうふうに思います。って考えると、なんか本当にタイを、ね、象徴しているような、言葉なのかなっていうふうに思ったりもします。はい、いきますよ。この一番下はこれバイルアイルアイなんですけれども、これもルアイルアイとバイがよくセットで使われるんですよ。バイルアイルアイ、もちろんこれですよね。リアンバーサータイエンヤンガイバーンって聞かれて、おうバイルアイルアイかってセットで言っちゃってもいいんですよ。これも落ち着いてゆっくり前進してますみたいな、そんな感じですね。落ち着いてゆっくり、まあ続けて継続して前に進んでますよみたいな、チッチッとして進んでますよですね。進んでないわけちゃいますからね、っていうような意味かなっていうふうに、イメージかなっていうふうに思います。ですからルアイルアイっていうとポジティブな言葉ですよ。はい、じゃあ次です。次ちょっとネガティブな方も見てみたいですね。これ上の方は僕結構耳にするかなっていうのと、僕もまあまあ使いますね。この場合ってルアイですね。成長は同じ、全く一緒の単語なんでね。プーバイルアイ、この場合はルアイルアイとはならないですかね。プーバイルアイって一回こっきりですかね。いい加減なこと言うてるな、そんな感じです。ネガティブですよねこれね。適当なこと言ってますねぐらいの、そんな感じです。適当なこと、いい加減なことを話すみたいな、そんな感じの意味で僕は使ってますかね。プーバイルアイですね。次、これもこれ考えるですよね。キッバイルアイとかね、言うと、あ、いい加減なこと考えてるなとか、考えなんか適当やなみたいな、そんな感じで、ルアイ1回だけの時って結構ネガティブな内容で使われることが多いかなと。ルアイルアイって2回繰り返す時っていうのは、まあポジティブな感じですね。ちゃんと進んでますよっていう、そういう意味になるかなっていうふうに思っています。ただ結構この辺難しかったりするので、結構人によって違うところもあったりするかもしれないですね。これあくまでも僕のポイントをポンポンって押さえた捉え方っていうふうに思っておいてください。言葉ってやっぱどうしても幅ありますからね、でも日本語もそうですよね。例えばいいですいいですっていうのもやっぱりいいですグッドですっていう時もあれば、いやいいですって言って、あ結構ですって意味にもなったりしますよね。あと日本語もそういった、一つの同じ言葉やけれども、ポジティブからネガティブまでってあったりしますよね。そういった言葉ですね。まあ太鼓も一緒でしょう、まあ、どの言葉も一緒でしょうっていうところで、今日はワニケニゴナカ Open cup.